おい小僧、ちゃんと見てたか。ハイス。よし、じゃあ同じことやってみ。ハイス。できるか。無理に決まってるっしょ。ああ、誰に向かって言ってんだ。そんなことより、はい、さっさと構えて。この人マジだった。いや、だから無理ですって。その目に見えない攻撃防ぐのも無理っす。しょうがねえな。一度だけ説明してやる。後で500ユーロな。金取んの。人の目線、呼吸音、匂い、筋肉の動き、なんとなくの気配。お前もそういう経験あるんじゃねえか。そういえば、だから闇団長、そんなに首太いんすね。てめえも大概だろうが。やつめ、戦いの最中で会話などなめた真似を。たやすいことです。俺の故郷には武士に二言はないっつう言葉があってな。あぶねえ。ちょうどいいや、あのガリガリ細めで練習してみ。言ったよな、魔法帝になるってよ。今ここで限界を超えろ。それしか道はねえ。お前のような魔力のないものに私の攻撃は捉えられ。そこか。違う。今のは耳だけで反応してただろう。だいたい勘と予想の間くらいをイメージしろ。ちゃんとやんねえと殺すぞ。なめちゃくちゃな。集中。そこだ。やった。目を閉じ感じてる初めて。